ロッテ佐々木投手の完全試合は鳥肌立ちました。歴史が誕生しましたと。ああ、やっぱりそうなんですね。すごいことなんですね。すごさ、どういうの、あの結構来てたんですよ。さやち本当に分かってるのって。あれですか、あの表現するってなると高低手逆立ちでこう進む感じですかね。そのぐらいすごいってことですか。もっとすごい、よくわかんない。なんだろう、じゃあすごいことなんですよね、とにかくね、うん、日本で1位になるぐらいの、あ、それはすごいことですよね。私もでもよくわかりますよ、うん、あの皆さんもしっかり対策してください、はい、気をつけてください、気をつけてください、バイ。Have a nice day. Have a nice day.